毎度お世話になっております。ファイアーエムブレム総演の奇跡実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。第6章の続きですね。第6章に入ってから苦い汁をリットル単位で飲まされ続けてきたんですが、今回こそは突破したいですね。これまで4回アイクが橋の上で討ち死にしてるんですけど、どうも作戦が悪いんじゃないかと思って知恵を絞ったよ。文殊の知恵をね。まず大将のアイクで敵を森まで釣って、森に伏せておいたセネリオ、オスカー、ボーレの伏兵で撃つ。島付け18番釣りのぶせで行こうかと思います。で、前回アイクが討ち死にした後、一旦やめて別の日に頭をすっきりさせた状態で挑んでます。で、今釣りのぶせを発動した状態ですね。ここからが知恵者の見せ所ですよ。驚いてください。では行きます。あと前回地匠の地の字を恥じってコメントした人と池沼って書いた人は絶対に許さない。絶対にだ。よし、じゃあね、まずは鉄の弓が2人いるんで、こいつらには注意しないといけないんだけど、まずこのポールアックス持ちを倒さないといけないんだよね。なのでこれはセネリオにやらせる。ウィンドウ倒せるね。オッケー。お、いいね、レベルアップ。あ、セネリオ武器大丈夫かな。ポールアックス持てる。あ、いいね、魔力上がった。嬉しい。あ、大丈夫だった、よかったよかった。これ早くティアマトさんに渡してあげたいよね。で、アイクを前に出す。で、持ち物の特効薬使うかどうするか迷うとこだけど、傷薬でいいんじゃないかなって思うんだよな。傷薬でいいでしょう。よし、オッケー。これでこの鋼の槍をオスカーの手槍でうがつ。よし、オスカーもレベルアップ。いいとこ上がって力。よしよし。魔力はいらないんだよ。なんで魔力そう成長すんの、君たち。いらないって言ってるじゃん。もう、じゃあね、オスカーをここに配置して。あ、そうそう。アイクのレベルがね、1上がってんだけど、力と、技と速さが上がったのかな？あ、魔力も上がってる。なんか魔力上がるんだよね。力、魔力、技、速さが上がったのかな。幸運も上がった気がするな。防御力は欲しいんだけどね。で、あとは、こいつの攻撃がボーレに届くから回復は絶対しないといけない。こいつは？こいつはここまでか。オッケーオッケーオッケー。馬も越えてこれないしね。よし。じゃあ、鋼の弓はぜひ倒しておきたいんだよね。ボーレはちょっと速さに自信があるから後ろに下がってもらって傷薬で自分を回復。よし。で、弓兵を倒すべきだね。ここは入れないから、あ、茂みだけど入れはするのか。こっちから攻撃するか。
こうでいいかな。これで倒せる。おし、なんとかなるんじゃないか、これ。これで、ここを押さえるか。どうしよう。この魔導士が、オスカーに攻撃を仕掛ける可能性もあるんだけど、ここを塞いだ方がいいかな。どうせ迂回されそうな気がするんだよね。こっちか。あ、じゃあ、ここでいいや。よし、いいぞ。おっ、いいね、いいね。できればこの魔導士は別の誰かで取りたいけどね、ここまで来たら。これ釣りのぶせ成功してるんじゃない。よしよし、弓兵動けないよね、この状態だと。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞ。ちょっとボーレをこの魔法使いで潰したいな。それか弓兵を攻撃したいな。ボーレ届く？一応届くのか。じゃあどうすかな。一旦一発だけ入れておいて下がるか。でボーレをここに置く。ちょっとはね、ボーレ育てないとね、このままだと置いてかれちゃうし、あんまり動かしたくはないんで、ここかな。でボーレに入ってもらう。命中がね、どうしてもこの命中が気になるんだよな。セネリオどう？弓兵と戦って負けはしないけどダメージを負いたくないな。一発で倒せるとしたら鋼、ね、でも倒せないのか。厳しい、この人ほんと厳しい。どうしよう、本当にどうしようかな。アイクで一発入れる。あー、倒しちゃうな。どうしようかな。ボーレどうしたらいいんだろう。ここでもしセネリオがダメージを与えてボーレが落とせないとまずいことになるんだよね。セネリオがやばい、確実にやばい。ちょっとこれボーレ使ってる場合じゃないな。魔法使いは一旦放置して、とりあえずあ、鉄の斧でどう。手斧でダメか、2回行っちゃうか。仕方ない、ここはティアマトさんで倒そう。ちょっと計算すればよかったな、本当に。毎回言われてることだけど、戻って、ティアマトさんはそいつを相手にしてやってくれ。で、弓兵が攻撃力いくつだっけ ?12。アイクが9だから3か。16。7。3、7。大丈夫だね。一応死にはしないけど。倒すか、こいつ。あ、こいつをボーレで取れない。セネリオで。で、アイクとボーレでここを挟めば必殺の弓囲みができない。あ、こっちか。ダメか、届かないね。必殺弓囲みしたいんだけど。一応倒しとくか。これで、こいつらは来る。
来ないね。じゃあアイクで、お、いい弱らせ加減だけど倒せはしないのか。やっとくか。これで誰でも取れる状態にしておいて、この人はティアマトさんしか狙わないから、うん、届かないもんね。オッケー。おう、ティアマトさんを波状攻撃してきた。その人はガチムチだから効かねえんだよ。ボーレ、ボーレ君どうする？届かないよ。どうする？ちょっとあんまり放置して長引かせるのも面倒だしね。早く倒しちゃうか。うわー、槍がすごい減ってきた。早くなんとかしないとね。槍が枯渇してきたよ。いやー、なんとかなった。あとはこいつを片付けるか。ボーレでやれないかな。魔力いくつ ?9! 魔法が0。9丸々食らうのか。本当に君は使いづらいね。いいよ、もうティアマトさんやっちゃって。鋼持ってくればよかったな。よし、オッケー。じゃあ行くか。ボーレも念のため回復しとく。傷薬があんなにあったのに、かなり減ってきたな。あとティアマトさん回復させないとね。アイクもだけど、魔法が結構あるからノーダメでいけるんじゃないかな。アイクだったら11か。結構こうあるな。あ、魔法そんなないのか。そうだそうだ、魔力がなんかあるから勘違いしてた。あとはこいつらだけだよね。対して脅威になるやつはもういない。手槍がいるけど、弓兵がいなければさ、どうってことないんだよ。うん、オッケー。念のためにここで釣るか。特効薬使っちゃう。特効薬1個使おう。いやいや、惜しまない。で、セネリオで、こいつウィンドウか。じゃあセネリオで受けた方がいいかな。セネリオで受けるか。あー、アイク外に吹っ飛ばせない。無理か。いや、ちょっとセネリオ受けてもらうか。魔導士対決と。あ、そっち行く。うわ、結構効くな。でセネリオで離れてでいいかな。弱い。まあそっか、魔導士同士だから相手も魔法高いんだもんね。仕方ないか。ボーレどう？あー、ちょっとダメージを与えれば倒せそうだよね。じゃあオスカーでつっついてかな。11、これで魔法の高いキルロイがいなくなっちゃったからね。キルロイがいれば飛来神にできたんだけどね。まあ、いない人のことを言ってもしょうがないですな。これでフィニッシュ。よし。お、あともうちょっとじゃん。この魔法使いはボーレで取るか。
アイクの持ち物、あ、傷薬でいいかな。特効薬はもったいないよね。もうそんなティアマトさんを使うこともないと思うんで、ここでは傷薬にしとこう。これくらいで多分いいでしょ。 OK。 セネリオがウィンドウで攻撃したら、あ、ゼロか。ダメだね。こいつらの射程距離にはまだ入ってないのか。アイク倒しちゃうんだよ。アイクはもうそんな出張らなくてもいいと思うんだけどね。鉄の剣もないしね。こんな感じで、うぬぬ、やるではないか。全軍傭兵団に攻撃を集中せよ。お、動き出した。まともに戦えんのはこの辺くらいだよね。鉄の槍ってこれソルジャーでしょ。ソルジャーは大したのかな。重装兵と、重装兵に気をつければいいだけか。あー、重装兵がいるんだったらティアマトさんにちょっとやってもらわないとね。どうしてもハンマーじゃないと通らないからね、攻撃が。おいしょー、餅つき楽しい。ね、こいつらって動かないのかな。動きそうだよね。ちょっと下がるか。ちょっと、アイクでここで固めておいて、で、ボーレは弱い者いじめにでも励んどいてください。よしよし、いいぞ。見せてくれお前の輝きを。 HP と力だけじゃねえか。またこの上がり方なの？この人さ、この上がり方、これで3回目ですよ。無音よりはまだいいよ。無音よりはまだいいけどさ。せめて、技上がってくんないかな。守備とは言わないよ。技上がってよ。当たんないと困るんだけど。はぁ、これさ、なんか前回コメントで、守には亡霊を使いこなすことはできないだろうなってコメントされてたんだけど、使いこなせる人っているの？この亡霊を。力しかないよ。攻撃当てづらいんだよ。守備豆腐だよ。これをさ、使いこなせっていうのが土台無理な話だよ。誰か縛りプレイとかやってないのかな？亡霊一人旅みたいな。ね。アイクは強制出撃になるだろうから、出さないといけないと思うんだけど。ボーレだけでファイアーエムブレムマニアックをクリアしてみました動画とかないかな。なさそうだよね。あったらすげえけど。トラキアで、なんだっけ、ボーマージさん、ボーマージさんのなんちゃらさん、タニアさんじゃない方の弓使いで一人でクリアするっていう動画を上げてる人はいるけどね。ボーマージさんはまだいいと思うんだけど。ここ、あんまり突撃しない方がいいな。様子見て。で、こいつも届かないね。セネリオはあまり入れない方がいいよね。ちょっと、亡霊が入っちゃってるけど、敵の範囲に。まあこんな感じですかね。おしおしおし。あ、手やりか。かわせ！アイクがかわしてくれない。あ、ビビった。敵に2回行動されたかと思った。あ、やっぱ動くのか。動くんだね。ちょっと危ないぞ、ティアマツさん。あ、下のやつ動かないんだ。オッケーオッケー。こういう時に本当にキルロイがいてほしい。
あ、待って、最後がいいな。こいつは、セネリオで倒したいんだけど、オスカーは邪魔だよね。鋼の剣の兵士をオスカーで塞ぐか。ああ、ちょっとここ気をつけないと誰かが死んでしまいかねないから。アイクは、特効薬使うか。結局使うことになっちゃうな。ほんと、キルロイがいてくれたらすごく助かるって場面いっぱいありすぎる。じゃあ特効薬を使いまして、オスカー手ありで倒せる。外すとダメだな。当たってもダメか。セネリオだと、セネリオでもダメか。オスカーが攻撃してどいて、セネリオが撃つで、ティアマトさんでこいつを倒して逃げる。いや、一旦引くか。そうだね、ちょっと一旦引こう。ここまで来てだけど、ちょっと敵が団子になっちゃってるから引きます。こういう時は引いた方がいいんだ。引け、後ろまで引け。ボーレ、何やってんだお前、早くそいつ倒せ。オスカーにやらせるか。手ありで早く、よし、倒して、ここまで逃げれば大丈夫でしょう。大丈夫。オッケーで、ボーレが逃げきれない。食らってないから、まあ1、2発だけだったら耐えられるかなと思うんだよね。で、ティアマトさんでここを塞いで、持ち物、あ、じゃあまずは鉄の斧に装備を変えつつ、傷薬を使う。これで耐えられると思うんだけど。よし、いいぞ。それくらいだったら、よし、ボーレナイス。ボーレが活躍してる。あのボーレが攻撃力上がってるからね、ボーレも。オッケー。あ、傷薬だ。今一番欲しかったやつ。リガルで8受けるのか。当たんないかな、相手の攻撃。ティアマツさんでハンマーで処した方がいいかな、こいつは。いや、ティアマツさんに経験値あんまり渡したくないから、ちょっとリガルでやろう。避けれるでしょ。無理か。アイク、避けてよ。アイクもレベルアップ。また魔力上がったし、魔法上がったからいいけどね。魔力はなぁ、いらないんだよな、本当に。なんでそこ上がるの、君。じゃあセネリオで倒すか。倒せない。倒せないんだね。マジか。ボーレは鋼なら、あ、鋼ならワンチャンいける。よしよし。あと1レベくらい上げておきたい。で、あと残ってんのはこいつらだけか。
この杖使いは倒さなくてもいいんじゃないかなと思うな。でこいつらさ、なんか動かないよね多分。手あり持ってるけど動かない気がしてきた。あー、遠距離で撃とう。あ、鉄の槍だと2回あー2回いける。あー、いけないね。いや、手ありでだいぶ減った。あ、相手も、あ、相手ウィンドウか、そういうことね。厄介だな。12、9か。セネリオでも倒しきらないんだよね、これ。倒しきらないね。1。1か。ひどいもんだ。じゃあ、もう、これは、ティアモンツさんで倒すか。と、わざわざダメージ受けたくないしな。おお、本当に、斧もなくなってきたね。よし。じゃあ行きますか。やっとクリアできそう。よしよし。やっぱ動かないね。動かないんじゃないかなと思ったんだよ。一応回復するか。アイクだけでいいような気がするな。でこいつショートスピアでしょ。エマコーさんは、あ、重装歩兵じゃないのか。ちょっとその遠距離っていうのがさ、厄介だよね。みんな所定の位置について、これどう。ああ、やれなくはないね。全然やれなくはない。じゃあこいつと戦ったら、そんなに強くもない。ちょっと次のターンで総攻撃をかけようか。ボーレも攻撃できる位置。アイクもいけるね。セネリオもいける。じゃあ、そうだな。まず、ティアマトさんで。おお、いい弱らせ加減。鋼の斧もらうか、ボーレから。ちょっと渡してあげて。交換。テオノはいいか。鋼の斧に変えて待機。ハンマーだと、重装歩兵じゃないもんね。お、いい、いいね、いいね。うっかり必殺技が出てもいいよ。倒しちゃってくれてもいいよ。よし、行こう。これでほぼ無傷でショートスピアを手に入れられる。来るがいい。一平たりと抜かせはせんぞ。抜かせはせん。抜かせはせんぞ。おっしゃ、やった。無傷のショートスピアゲットじゃない。これ外した時ってさ、確かあれだよね、なんつうの、本数減らないよね。ほら、やったやった。よし、これ誰で取るか。誰でも取れるぞ。経験値が次レベルアップしそうな人、セネリオいけそう。オスカーは救出要員として残しておきたいんだよね。だからセネリオで行くか。ああ、いいね、倒せる。いけ。これで終わりだ。首を置いてけ。
ヒルロイのお墓に備えるから首を置いてけ。ぐー、ここまでか。だがガリアに逃れたとて、我らデインの前には。デイン。わー、いいレベル。わー、上がらなかったけど。いいね。わー、すごい。使えない武器いっぱい持ってるよ。じゃあ、ちょっと、どうしよう。一回救出するか。もし敵が動いたりしたら怖い。動かないよね、もうこの状態だと。動かないと思うんだけど。動かないと思うんだけどな。一回ちょっと救出するか。怖いもんね。ちょっと、避難、避難。で、アイクを一応ここに立たせておいて。あ、来ない来ない、大丈夫だ、行くぞ。じゃあボーレ、お前先に行け。レベル上がりそうだからちょっと攻撃していく。やめとくか。行こう。離脱。俺がしんがり務めなくて大丈夫なのか。さっさと行け。これさ、アイクが先に出ちゃうとダメなんだよね、きっと。なんつうの、トラキアだとさ、それで捕虜扱いになってた気がするんだけど。いいのかな、アイク先に出ちゃっても。念のために、アイクは最後にするか。アイク、先行するわね。進路を確保しておくわ。お願いします、姉さん。じゃあ、オスカーと、セネリオは二人で仲良く逃避行してもらおうか。さらば。アイク先行するよ。他の敵勢力はいないか偵察しておく。これさ、バグでこの後セネリオ出てきませんとかになったらどうしようかな。そんなことないよね。そんなことないと思うんだけど、大丈夫だよな。ちょっと心配になってきた。よーし、終わった。冷静に戦えばこんなもんよ。なんとか突破できたか。お兄ちゃん、アイク様、ミスト、姫とヨハも、みんな怪我はないか。ヨハはいないけど。あ、いた。うん、大丈夫だよ。ここはガリアなんだ。私たち助かったんだよね。なんか実感ないかも。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。皆さんのおかげでした。エリンシア姫。あ、よかった。いなくなるんじゃないかなってちょっとヒヤヒヤしてたんだけど、大丈夫だよね。安心するのはまだ早いですよ。別動隊が追いついてこない。あ、団長たちのことだから心配ないと思うけど。親父、シノン、ガトリー。エリンシア姫、一度ここで別れよう。どういう意味ですか？俺たちは仲間を助けに戻る。だからあんたはミストたちと一緒にこのままガリア王宮へ向かってくれ。お兄ちゃん？いやよ、私も残る。聞け、ミスト。みんなが生き残るためなんだ。う？親父たちと一緒にすぐ追いかける。心配するな。俺も親父も約束を破ったことないだろ。うん。じゃあ先に行ってる。いい子ね、ミスト。すぐにまた会えるわ。うん、ティアマトさん、お兄ちゃんたちのことお願い。任せて。ティアマト、鳥海先生。オスカ、お兄ちゃん、ボーレ、死んじゃやだよ。ヨファ、二人とも心機くせえつらつんなよ。大丈夫だって、俺がいるんだからよ。お前が一番心配なんだよ。じゃあ私たちもう行くね。ああ、くれぐれも気をつけるんだぞ。傭兵団の皆様、後でまた必ずご無事を信じています。急ごう、セネリオ、どっちに行けばいい？来た道を戻り、東へ、増援が来る前に別動隊と合流しましょう。今のとこ、ボーレーか、オスカーか、両方死んでたりしたら、ちょっとセリフ変わってたのかな？よし、じゃあ、セーブをして、終わりにしますか。はい、では、ありがとうございました。